はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、電動車人気ランキングというわけでやってみましょう。はい、今日はね、ノーカットでお伝えします。早速ね、見てお伝えしようと思います。はい、いきなりいきます。電動車なんですよね。電動車ということで、なんと1位はででん、こちらノート e パワー、ノート e パワー、ノート e パワー。はい、というわけでね、電気自動車じゃないんですよね。ノート e パワーが1位っていうのは、まあ私納得ですね。やっぱりガソリンエンジンも積んでるんですが、車を実際動かすのは電気モーターで動かすということで、まあこれも電動車の仲間ということですよね。で、やっぱりね、魅力なのは、このもう、2代目になったこの e パワー、ノート e パワーですよね。202万円から買えるんですね。すごい安いですよね。普通のね、こういった、これ B セグかなになるのかな。それでまあ202万台って言ったら普通に安い車ですよね。それでさらにこの電動の、まあ電気モーターの電気自動車のような走りが体験できるということで、さらにね、プロパイロットがついてますよね。なので、まあ半自動運転といいますが、安全性能もかなり高いといったものが1位ですね。まあこれ納得の1位ですよね。私もこれいいなと思います。で、続きましてキックス e パワー。はい、ということで、キックスなんですよね。やっぱね、これ日産1位に取りましたね。やっぱ SUV っていうのが、車の今流行りですよね。全体的に流行っております。なので、まあ、やはり、この、電動車の中でも、この SUV が、まあ、人気トップ、2になるということなんですよね。価格、新車価格は275万円から買えるということで、まあ、ただこれね、ちょっと、種類がそんなに選べなかったと思います。確かね、2グレードぐらいだったのかな。まあその辺がもうちょっと選べたらなという感じがしました。では続きまして、セレナ e パワー。はい、ということでセレナ e パワーですよ。セレナに e パワーあったんですね。っていうかね、日産が1位2位3位ですよね。やっぱこの e パワー勢がかなり強いんだなという印象があります。こちらもね、299万円から380万円で買えると。まあね、このワンボックスカーで、まあこの電動化ですよね。ハイブリッドでもなく、この e パワー電気モーターで走れるワンボックスカーっていうのは、まあこれ少ないですよね。これセレナぐらいじゃないですか。他にもあると思うんですけど、あったとしてもね、こう実用的じゃないですよね。なので、まあこの e パワー強いe パワー強い。ホンダ E、一体これ何位？一体何位？ちょっと気になるところ。ちょっと先に e パワーじゃなくて、ホンダ E、ホンダ E 探してみるか。あ、ホンダ E。ホンダ E、16位。16位。まあ、そらそうか。ね。だいぶ趣味思考に偏ってますよね。ホンダ E は、やっぱね、まあ、近所、ちょろちょろ車なんですよ。まあ、かっこいい言い方すると、シティコミューターっていうらしいんですけどね。まあ、やっぱりね、451万円からなんですよね。ホンダ E ね、高いんですよね。やっぱバッテリーが高くて、まあこのコンパクトカーで実際ね、私乗ってるんですけど、荷物がね全然乗らないんですよ。で、後部座席もね、まあ乗れないことはないんですが、フィットに比べるとやっぱ狭いなということで、もうちょっとね、室内ね、ホンダってね、やっぱ室内が広いのが売りだったんですけど、やっぱりね、この EV ってなると、その辺ね、ちょっとやっぱ犠牲になっちゃったのかなっていうかね、この FR
あ、FR 違う、RR 車なんですよね。フィットとかはね、フロントにエンジンがあって、まあ、フロント駆動なんで、まあ、室内を広く取れるということなんですが、まあ、やはりこのね、走りをちょっと特化して作っちゃったのが、まあ、裏目に出たのか、どうなのかっていう感じで、まあ、やっぱ趣味思考が高いですよね。リアエンジン、リアモーター。で、まあ、EV ということでね、まあ、趣味性が高い感じはします。まあ、ちょっと価格ですね、問題はね。はい、というわけで、ちょっと戻っていきますね。はい、というわけで、まあ、あれなんですよ。1位、2位、3位は、まあ、e パワーなんですよね。まあ、ガソリン積んでます。積んでるんですけど、まあ、その中で発電しながら走るということで、まあ、充電の必要がないということで、まあ、人気なんですよね。それとさらに、この、まあ、価格ですよね、問題はね。ホンダ E の半分ぐらいで買えちゃうっていうね、このノート e パワー。いやー、これは、まあ、しょうがないです。乾杯です。はい。で、こっからが、まあ、本当の電気自動車といいますか、ピュアな、電気自動車ですね。では、4位いきます。テスラ、モデル3! いえいえ。はい。いやまあね、モデル3ね、これもね、安くなりましたよね。434万円から買えるんですね、今。だいぶね、100万円ぐらい急に安くなりましたよね、モデル3ね。で、しかも今、中国の方でね、工場を作ったということで、さらに値段が下がっていくという予想のもと、まあ、人気がどん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 上がる、このテスラモデル3ですね。まあ、電気自動車の中では、まあ、ピカイチですよね。やっぱり、ロングレンジモデルとか、ハイパフォーマンスモデルですね。0-100 が 3.4 とか、もうめちゃくちゃ速いんですよ。で、それでいて、まあ、自動運転と歌ってますが、まあ、日本ではね、まあ、レベル2止まりにはなってるんですかね。かなりの自動運転レベルが、この、モデル3、備わっております。ただね、まあ、ちょっとそういったメリットはあるんですが、デメリットもあります。急速充電の、差し口が、テスラ独特の、差し口になるんですね。そうなると、日本ではね、チャデモ規格っていうのがありまして、まあ、それがメインなんです。まあ、それを、こう、つなぎ替える、このコネクターはついてるんですけど、システムのね、コンピューターの方に、ダウンロードして、まあ、使えるようにしたりとか、使えないチャデモがあったりするらしいんですね。で、まあ、そういったちょっと不具合があるのと、まあ、できないことはないんですよ。まあ、できるんですが、テスラの急速充電に比べると、やっぱりスピードがチャデモでも遅いんですね。で、家充電、200ボルト電源があれば、まあ、大丈夫なんですが、それでもね、やっぱり大容量のバッテリーとなると、すごい時間がかかると。いうことで、まあその辺のメリット、デメリットありますね。一軒家の方でも、そのテスラ専用の、200ボルトから取れる電源があるんですが、かなりね、パワーが強いんですよね。なので、まあかなり家の方も電気自体を改造といいますか、改築して、だいぶお金がかかるみたいなんですよね。なので、まあ、その辺ね、ちょっと買ってから、この日本で、まあ、どうでしょうね。使いやすいかと言われると、っていうところもあります。はい。続きまして、5位は、これ、ノート e パワーなんですね。またまた。2016年モデルか。そっかそっか。これ、ひょっとして中古車以上が伸びてるかもしれないですね。中古車はね、なんとね、65万円から買えちゃいます。まあ、どうでしょうね。その辺ね。バッテリーいっちゃってる。バッテリーいっちゃってるかもしれないんで、その辺はね、ちょっと、どうかなと思いますが、まあ、新しいのみんな買った方がいいと思いますよ。はい。続きまして、第6位、日産リーフ。はい。日産リーフですよね。まあ、この辺ね、安心ですよね。もうね、もうリーフも2代目になって、だいぶ成熟してきたなと。思います。こちらもね、テスラのようにロングレンジモデルっていうのがあります。なので、私やっぱおすすめは、ロングレンジモデルですね。少しね、金額の方は高くなるんですが、
まあ、こちらあの新車で332万円から499万円ですね。あのニスモとかスポーツモデルとかあの結構かっこいいのがありますので、あの種類も選べるし、あの長い距離乗りたいなという方はまあ、ロングレンジモデル選べばいいじゃんっていう感じですよね。で、あの日産のね、あのディーラーの方でも充電が急速充電できますので、あの意外とね、家にね、あの充電がないっていう方も、あの急速充電これリーフだったらいけるのかなと思います。あのなんかねカードありますよね、日産のね、あの何やったかな、忘れたな。ZEP2 か。ZEP2 っていうのは、あの、入れ放題っていうのがあったんですが、それがね、あの、今は、あの、もう、契約してる方しかもう使えないんですよね。それも期限があって、もう終わっちゃうのかな。なので、ZEP3 しか今選べないと思います。まあ、そうなると、急速充電だけでね、まあ、結構、まあ、金額の方はかかるんですが、それでも、まあ、ガソリンエンジンよりはだいぶ安いと。いったモデルになります。まあ今ね補助金とかもあるんで、あの補助金ね大きく多くもらいたいっていう方は、あの距離をね走れるモデルを買った方がいいと思います。あの距離が長くなればなるほど補助金の額も上がるということなんですよね。いやリーフね、まあ結構走ってるんでね、まあ他の人と被りたくないっていう方は、まあ、リーフ以外がいいとは思いますが、まあ、初めての電気自動車っていう方であれば、このリーフ、まあ、かなりのおすすめですね。まあ、成熟度が高いという感じですね。はい。続きまして、第7位。プジョー SUV2008。はい。こんな車があったんですね。あの、ヨーロッパ車来ましたね。あの、第7位なんですね。あの、あれかな、フォルクスワーゲンとか、あの、の方が人気なのかなと思ったんですけど、これ、プジョーなんですね。あの、プジョー2008。こちらね、あの、303万円から買えるんですね。安ないこれ。え、マジこれ。100% 電気自動車やんな。やんな。はい、こちらね、あの、プジョーのホームページです。ね、433万2000円から、ってなってますね。やはりね、あの EV モデルとなるとやっぱ400万超えしちゃいますね。まあそれでもホンダ E より安いんか。ホンダ E より安いんか。しかもこれ、航続可能距離あの385って書いてますね。ただね、これ JC08 モードなんで、実際はねこれこんなに走らないと思います。あの街乗りとかだったら200キロぐらいじゃないですか。バッテリー容量 80% までの急速充電にかかる時間が約50分と、ほんまかこれ、ほんまなのかっていうところですよね。結構このサイトの数字ってね、ちょっと大げさめに書いてるとこありますよね。あの、特にね、電気自動車ってあの、冬場たまらないんですよね。冬場たまらないし、その急速充電のパワーによっても、結構あの、たまるスピードが違ってきます。で、これあの、50分って書いてるんですけど、急速充電ってね、だいたい30分制限なんですよね。しかもあの、後ろにね、人が並んでたら、あの、交代して、どうぞ、みたいな感じで、実際はまあ、30分でいくらたまるかっていうのを、考えた方がいいと思いますね。はい、続きまして第8位、プジョー208。はい、ということでこちらもねプジョーですよね。こちらはずっとエコーカーが出た。こちらは普通のハッチバックタイプになりますね。やはりSUV タイプの2008の方が人気ということなんですね。ただまあこのやっぱプジョーというとね、こういう猫足が結構有名なので、普通のハッチバックタイプ結構走りが良さそうでいいなという感じはしました。はい、では続きまして9位、日産アリア2021モデル。っていうかね、これまだ販売してないですよね。あれ、今年販売するんかな ?2021 って書いてるよな。アリア、これ新車価格とか、まだ情報がね、出てないですね。やっぱりね、本命じゃないですかね、今年出る。ただ、車両価格はね、まあ、500万円ぐらいからという、まあ、予想ですよね。やはり、90W モデルっていうハイパフォーマンスモデルが、今度アリア出ると
という噂もありますので、そうなるとね、あのテスラのようなあのハイパワー、あれを持った SUV ということで、しかもね、あのプロパイロット2ですよね。プロパイロット2ってなると高速道路で手放し運転っていうのができます。渋滞時、50キロ以下なんですけども、まあ、手を離してね、ハンズフリーが楽しめるというものですね。しかも高速道路とか前もってね、インプットしておけば、降り口のところまで案内してくれるという、優れた機能がついております。やっちゃい日産ということで、キムタクがね、CM してますよね。いやー、まあ、ちょっと富裕層向けなのかなという感じはまだまだしますけども、日産アリア、第9位でした。続きまして第10位、マツダ MX30 こちらね、マツダが出した MX30、 EV モデルになりますね。 EV モデルは451万円からになりますね。ベースグレードのこのガソリンモデルっていうのもありまして、それは242万円から買えます。いや、安ないこれ。もうこれでいいんじゃねこれ。しかも、ベースグレードの4駆っていうのも、265万円で買えます。いや、これいいわ。もう EV やめてハイブリッド買えようっていう感じだよな。ハイブリッドの中でもこの SUV で240、50で買えるってすごい安い。いい。しかもね、これデザイン、内装がね、結構コルクを使ったりとか、結構ね、サステナビリティなイメージもありますよね。先進的なデザインだなと私は思います。はい、いかがでしたかね。1位から10位までダダダッといきました。やっぱりね、国産車だいぶ増えてきましたよね。今2020年の5月なんですが、まあ来年に向けてね、どんどん新しいモデルが出てきます。外車も結構多くなってきたんですが、まだまだね、日本で買えるモデルっていうのは少ないですよね。中国のモデルとか日本に入ってきたら一体どうなるのかなという感じがしますよね。ヒュンダイとか、ニオとか、中国メーカー、ヒュンダイは韓国か。中国メーカーのね、新しいベンチャー的なね、モデルがどん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 出てきてるので、まあ、価格もね、どんどん落ちて、日本市場を食い潰すという感じにひょっとしたらなっちゃうのかな。まあ、それでもね、やっぱ安かろう悪かろうっていうのがあるので、私はこの信頼ができる日本車をおすすめしますね。はい、というわけで今日は、電動車人気ランキングトップ10ということで、やってまいりました。私ね、こういったね、電気自動車の動画たまに出しております。たまにね、出しておるんで、興味のある方はぜひともチャンネル登録してくださいね。そして面白いと思った方はグッドボタン、よろしくお願いします。はい、というわけで今日はタケ TV 100スタジオからお伝えしました。じゃあね、ボーイシュッ。